県は今日、来年度の当初予算について財源不足は発生しないとの見通しを示しました。扶助費が増加傾向にある、引き続き予断を許さない状況が続くものと考えられます。今後の予算編成に向けて歳入歳出両面にわたる行財政改革の取り組みが引き続き必要と考えられます。これは県の来年度当初予算の編成に向けて事業の見直しなどを行うプロジェクトチームの会合で明らかにされたものです。県の試算によりますと、来年度歳出面では高齢化により扶助費が増加する一方、歳入面では半導体需要などで県税収入の増加が見込まれ、当初予算編成の時点では財源不足は発生しない見通しということです。一方、高齢化の進行により扶助費は毎年30億円から50億円の増加が見込まれていて、2024年度以降は財源不足に陥ると試算しています。